こんにちは、フィーフィーです。韓国が破綻の危機です。まあ、これね、いつも言っているんですけども、韓国がやばいやばいということは。ただ、今回は具体的に本当にやばいことが表沙汰になったんです。韓国は今、とにかく家が買えないのはもちろん、家賃が高すぎて部屋が借りれないというんですね。不動産バブルが続く韓国で、国民がそう嘆いているそうなんです。もう借金をしないと部屋を借りて生活もできない状況なんですね。で、今日は韓国経済のお話なんですが、まず韓国国民はとっても借金をしていると言います。このそれぞれの家庭で持つ借金のことを家計負債というんですが、韓国ではここ10年、この家計負債が一気に増えていて、GDP の比率の 100%、 もうこれ今 100% 超えてるんですけれども、これほどまでになってしまったというんです。ちなみに昨年末の発表では、家計と企業を合わせた民間部門の借金は GDP の2倍になったことが分かりました。家計の負債が GDP を上回るのは今回が初めてで、これその額も世界で1位になったそうなんです。その額なんですが、1941兆ウォンにもなります。まあ、こんなことで世界一になってもね、嬉しくないわけですが、簡単に言えばどういうことかというと、国全体が1年間に稼いだ金額をすべて合わせても、国民の全員が家計のために借りた金額を賄えないということなんですね。まあ、こう説明するとわかりやすいですよね。で、その負債額は世界で見ても圧倒的に大きくて、韓国の家計負債の GDP 比率は 100.6% なんですが、これは世界平均の 65.3% を大きく上回っていますよね。消費が貯蓄よりも多い、まあ、過剰消費で有名なアメリカでも 81.2% ですから、まあ、韓国のこの数字がいかに半端ないのかがわかりますよね。ちなみに数字だけ見れば、実はこれ、この順位比較対象の国、34カ国中で韓国の 100.6% っていうのは2位なんですよね。ただ、1位は昨年8月に首都ベイルートで、まあ、港が大爆発して、その首都全体が壊滅したレバノンですから。で、これでね、30% もこの GDP が減りましたから、まあ、これはね、特殊な状況、特殊なケースであるという点を考慮すれば、やはり事実上、家計負債は、まあ、韓国が世界で1位ということになります。しかも、この負債の大きさも問題なんですけれども、韓国の場合、その理由も良くないんですね。アメリカみたいに、借りたお金で消費したりとか、また事業に投資しているならまだしも、まあ、冒頭でも言いました。韓国の場合は不動産だったりとか株に投資してしまっているから厄介なんです。これも完全にムン大統領の不動産政策の失敗によるものだと言われています。もうこのまま不動産バブルが起きてバブルが弾けた場合は、もう韓国潰れてしまうという、これだけ大変なことなんですね。で、これは国の経済にとっては全然生産性もないということなんですよね。だってお金を稼いでも借りたお金の返済に回すだけですから、まあ、何か物を買うわけではない。まあ、そうなると国内の消費がどんどん落ちていく。内需はどんどん小さくなって経済の活力が落ちていくと。そうするともっと国民の所得、サラリーは減っていると。減っていってしまうという悪循環を起こしてしまうわけですよね。まあ、そこに来て今、コロナショックで長期的に経済が悪くなると言われていますよね。韓国では、負債に耐えられない人々が今、崖っぷちにまで追いやられているんです。まあ、そりゃね、ムン政権も日本にすり寄りたいですよね。なんとかして、この状況を少しでも良くしなければ、自分の足元が危ない。韓国政府は何らかの対応が求められてはいるものの、具体的には対策ができないままで、韓国はこのまま行くと国が破綻するとまで言われています。
そもそも韓国という国自体が返せる見込みもないのに借金をするところがあるわけですが、これ韓国国民もそのようなところがあるんですよね。これでは国としての信用を失いますよね。借りても返さないわけですから。 IMF はもう韓国をこれまでのように簡単に救済はしないのかもしれません。 IMF に対しては日本の影響も大きいですから、世界に見捨てられる韓国だから日本にすり寄っているわけですよね今。ただ一方で慰安婦とか徴用工なんかの問題で日本に対してデタラメな判決をするような国を日本が助ける必要があるんでしょうかと、これ日本の国民の感情は納得いかないわけですよね。中国が助けてくれるとも思わない。まあこれアメリカの同盟国ですから韓国は。そしてバイデン政権もまだ韓国とどう外交していくのか見えない中で、やはり韓国は日本を頼るんでしょうね。まあムン大統領自身もアメリカに頼ることを期待はできないとこう発言もしていますし、まあだとすれば慰安婦像をね全て撤去させるとか、あとは歴史の改ざんをやめさせるとか、厳しい条件をつけてでも、まあ、日本はね交渉するべきなんですが、まあ、こんなことをすれば、まあ、この件とそれは違うと、日本から脅されたと韓国は言うかもしれない。またね条件を飲むにしても平気で韓国は条件約束を破る国ですよね。となるとやはり日本は韓国の沈むゆく船を静かに見守るしかありません。これまでの行いがまともなら周りの国に助けてもらえたのかもしれません。すぐに手を差し伸べてくれた国もあったでしょう。これは韓国が自ら破滅しているのです。これもすべてムン政権の政策音痴のせいだと国民は気づき始めています。ムン政権の終わりはすぐそこまで来ているのかもしれません。さてここまでお話ししてきましたが、皆さんはどうお感じになりましたか？コメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして PP チャンネルの登録もお願いします。